こんにちは、まぼです。はい、今日は GU で購入したちょっとしたものを皆さんにご紹介していきたいと思います。先にざっと購入したものを紹介した後に、その洋服を着てレビューしていきたいなと思います。はい、それでは紹介していきます。こちらで GU で購入してきました。はい、まだ本当に開けてないんですけれども、開封していきたいと思います。こちらです。じゃん。はい。見えるかな。こんな感じのシンプルなセーターを購入しました。まだちょっとタグがついてるんですが、体が小さめなので一番小さいサイズを購入しました。で、お値段が990円でした。お安いですね。はい、じゃあまずこれが一つ目と、次はこちらです。じゃん。はい、リブニットっていうちょっと縦線が入ってるようなものを購入しました。で、こちらも同じ S サイズで、こちらもお値段が、990円でした。はい、安いですね。こんな感じの柄です。はい、次に紹介するものは、私最近暖かい部屋着が欲しいなと思ったので、一つ部屋着を購入しました。それはこちらです。じゃん。ちょっと見づらいかもしれないんですが、このものとこのズボンがついているものですね、セットの部屋着を購入しました。柄は黒地に白いハートがついてるみたいな感じですね。はい、お値段が、これですね、1990円で購入しました。上下ついて2000円以内ってとても安いですよね。はい、はい、次で最後なのですが、購入したものは、はい、靴下を購入しました。最近、スニーカーだったり、まあ、ブーツに合わせれるような靴下が欲しいなと思ったので、一つ購入してみました。それはこちらです。じゃん。まあ、これは2枚組なんですけど、クルーソックスっていうもので、ボアタイプな感じの、ちょっと、ふわふわしてる感じなんですけど、白と黒でセットになっていて、590円でとてもお得だなと思ったので購入してみました。ちょっとこれだけ、見せたいと思うので開けていこうと思います。まず白いタイプがこういう感じですね。まあ至って普通な、ちょっと長めな靴下なんですけど、まあゴムもしっかりしている感じで、はい、可愛らしいです。はい、黒はこんな感じです。まあモケモケした感じで、まあ、これも本当にちゃんとしたこう白と色違いなのですが、こういう感じでちょっともこもこしててあったかそうなものが入ってました。靴下は、はい、こんな感じでした。洋服を着てみてちょっとどんな感じか、皆さんにレビューしていきたいと思うので、はい、これからちょっと立って撮影していきたいと思います。はい、一つ目のこのブルーのセーターを着てみました。こんな感じです。学校をだったり、結構普段着でも着回しできるかなと思います。まあ私は S サイズなんですけど、結構ゆとりもあるようなので、細身の方だったら S サイズでも大丈夫なんじゃないかなと思います。まあこんな感じですね。ここら辺の丈も、まあ、ちょうどいい感じで、これをちょっとインしても、今インしてみたんですけど、スカートとか履くんだったらこう中に入れちゃっても全然可愛いと思うので、まあこういう感じでなりました。はい、じゃあ次着ていきたいと思います。はい、次にリブニットに着替えてみました。こういう感じなんですけど、まあシンプルで合わせやすいかなと。こちらも S サイズなんですけれども、意外とゆとりもありますし、まあこの首元がこう深めなので、そういうのが苦手じゃなければいいんじゃないかと思います。これは、インしないとこんな感じの、結構長めにできてるんですけど、はい、ちょっとインしてみます、ね。今デニムスカートでこうインしてる状態なんですけど、こういうちょっとハイウエストな感じでデニムスカートなどを選べば結構可愛く見えるかなと思います。これはちょっとロングタイプのデニムスカートなんですけど、こういう感じに合わせるとちょっと大人かわいい感じでいいかなと思います。まあまた普通のスキニージーンズとかでもいいと思いますし、シンプルでかわいい感じでアレンジできるかと思います。はい、こんな感じでした。はい、じゃあ次の部屋着に着替えていきたいと思います。はい、部屋着に着替えてきました。こんな感じですね。はい、暖かくって
本当にこれで2000円ぐらいなのかなって思っちゃうぐらいあったかいですね。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、この首のところに紐がついてるんですね。はい、紐がついてて、ここをキュッて首元をギュッて締められる感じになるので、首から冷たい空気などが入らないようにこうカバーできるのでいいかなと思います。で、まあ下はこんな感じ、ただのシンプルのズボンっていうか、もこもこの黒いズボンなので、上が違うもの、上が自分の持っているものとかだったら別にこの黒いものは何でも活用できそうかなって思いますね。足元はキュッてなってる感じなんですけど、本当に快適で暖かく過ごせそうな感じです。部屋着はちょっと簡単な説明だったので、部屋着はこんな感じで終わります。はい、いかがだったでしょうか。 JU でお買い物したちょっとした購入品の紹介でしたが、最近すごく寒いと思いますが、まあいろいろおしゃれしたいなっていう方だったり、こういう部屋着とかでこうお家とかでね、ぬくぬくリラックスタイムを過ごしたいなっていう方はぜひ、GU でチェックしてみてください。安いのでこう季節のワンシーズンだけ物を揃えたいっていう方でもすごく便利だと思いますので、はい、よかったらチェックしてみてください。はい、このモコモコの部屋着で、はい、動画の編集頑張りたいと思います。はい、それでは今日はこれで動画終わりにします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。